はい、タンタンでございます。こちら、ウエストフィールドギタークラフト、職人西野さんですね。もともと今もなんですけど、まあ、クラシックギターとかはね、もうお手の物といったところの職人さんが、作りました。ちょっとこうバロック式のイメージが、ボディに伝わる、ちょっとこうひょうたんの細長い感じになりますね。ウクレレが入荷いたしました。こちらも他のモデル、まああと2つ出してるのかな、出したものと同様にですね、ちょっとプロトとして、販売の方いたします。モデル UK って書いてあるんですけど、それが全部プロトという意味で、取ってください。で、好きな人には分かっていただけるオールローズウッドモデルになってます。でネックも、プライが中央から、なってますので、まあ、この辺もちょっとこう手間暇かかっているような感じになっている一本ですね。はい、で弦高もめっちゃ低くて弾きやすいんです。単音もいいですね。なんかね、すごいはっきりしてるんだけど、音厚で重厚な高級な感じの。使い方ですごいいろんな音が出そう。とても重厚なサウンドしますね。やっぱこの細長い感じのボディからも影響は多分あると思うんですけどね。まあそんな感じでトップには、一応貝が全て入ってまして、中央は、メイプルの、装飾が施されているような感じで、サイドも同じですね。ウッドバインディングというような感じになっております。こちらはちょっと特殊な、サイズ形状のため、ケースの方は付属しておりませんので、その分お値段の方も、ケース代は抜いているような感じになっているといったところでしょうかね。まあ初回の1本ということでかなり貴重な、1本になるかなと思いますけど、ウエストフィールドギタークラフトということで西野さんが作る1本ですね。今後、
通常のスタンダードモデルに関しては、ウクレレショップ淡々の方が、窓口となって、販売の方はしていきますので、まあ、いろいろカスタムオーダーも含めですね、今後可愛がっていっていただければと思いますので、こちらの1本プロトはちょっとお買い得に、販売の方いたします。そんな感じで、分かる人には分かるオールローズウッド、モデルですね、ぜひよろしくお願いいたします。淡々でした。バイバイ。